結構毛量が多かったので、テイクセニングっていう方法で、通常だとこの辺の重さがどんどんついていくと、頭が結構毛量が多いのでこっちが大きくなって下が薄くなっちゃうことってあると思うんですけど、そうやっちゃうと顔が大きく見えたりとか、頭が大きく見えちゃうので、これでちょっと毛量調節をしてここをめっちゃシェイプしました。で、ここバレヤージュ入れようと思ったんですけど、中間前回の美容室で白髪染めをしてて帯ができちゃってたんで、その帯が何もやっても取れなくて、なので今回はバレヤージュをちょっと捨てて、一色に、でこの辺だけちょっと怖かったんですけど結構ブルーの濃いめのやつで潰して、あとカラシャンは2回しましたね。プレのブリーチ後のカラシャンと、最後のカラシャン2回してそこで穴埋めをしてここまで持っていった感じです。結構難しかったです、はい。で次回からはもうブリーチとか一切必要ないので、この伸びてきた白髪のところにカラーを入れていくだけなんで、もう今後ブリーチはやらないっていう感じで、やっていきます、はい。なのでブリーチは今日はちょっとやりましたけど、今後はもうここに好きな色を入れるので、白髪がちょっと増えてくるともっと面白いことがどんどんできていくので結構いいかなと思います。でここも結構ボリュームが収まったので